フィッシングサイトに引っかかってアカウント乗っ取れちゃったよ。もうおしまいだ。明日から俺どうしたらいいんだよ。富所さん大丈夫ですか？最近のフィッシングサイトは本物と見分けるのが難しいですよね。あなたは一体？私は偶然通りかかったプロダクトマネージャーの大井です。偶然通りかかったプロダクトマネージャーの大井さん。私でよければお助けしましょう。アカウント乗っ取られちゃったんですね。そうなんですよ。でもちゃんとパスワードと SMS 認証はちゃんと使ってたんですよ。残念ながらそれらはもう安全な認証方法とは言えないんです。でも安心してください。パスキーという新しい技術があるんです。パスキー？何ですかそれ。パスキーは簡単に言うとフィッシング詐欺に強い顔や指紋、ピンを使用した認証方法です。パスキーを使えばサイトが本物かどうか気にする必要がなくなります。え、マジで？そうなんです。パスキーは利用するサイトのドメインと紐づいているのでフィッシングサイトでは使えないんです。めっちゃ便利ですね。ええ、これからのオンラインサービスには不可欠な技術になりつつあります。パスキーを前提にしたサービスは今後どんどん増えてくると思います。あと気になるのが顔や指紋での認証するとなるとサービスにこういった個人情報を渡すってことですよね。いいえ、顔や指紋、端末解除に用いるピンやパスコードはあくまで端末側での認証なんです。なので顔や指紋はサービス側に渡されることは決してありません。よし、決めた。俺パスキー使うわ。ありがとう大井さん。はい、よかったです。これで富所さんも安心ですね。皆さんもパスキーを使って安全なネットライフを楽しみましょう。